皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、英雄伝説戦略的ゲームクシマンでね、英雄伝説戦略的3実況プレイパート134やっていきます。ついにですね、リーンたちもあの墓の中にクローがいないことに気づいてしまったようですね。で、まあ、アンゼリカやジョルジュが何らかの事件に巻き込まれた、もしくは関わっているかもしれないということで、今ちょっと騒ぎになっているところなんですけれども、とりあえずはね、ベスタ通りのギルド支部に向かいまして、死んだ時の面々と合流を果たして、この件を、まあ、相談していくことになっていくんじゃないでしょうか。早速やっていきましょう。まあ、これでね、もうほぼほぼ奴の正体も決まったようなもんでしょうね。待ち合わせは指示だ。そろそろ出発するか。行きましょう。リン教官。その、いってらっしゃい。旧7組の皆さんによろしく。さすがに焼けてしまいますけど。まあ、教官がずっと待ち望んでいた日ですし。あの、どうか楽しんできてください。なんだったら帰りに、これと仕掛け込んできちゃどうだ？こら！ですが、意中の方がいたら一気に燃え上がることも。そうなのですか？いやいや、ないから。それじゃあ出かけてくる。明日も特務活動があるから、しっかり食べて休んでくれ。了解です。とっとと行きやがれ。おやおや、2であったのはアリサとの展開はなしになってんのかな、今回は。ギルド支部はそこの階の上って左だったか。みんな集まっているかな。別にやることないよね。だからさ、あの目的にはほぼちょいここなんだけど、これでちょっと多分に歩かされるとさ、他になんか回収要素ありそうで怖いんだよね。お、明かりがついている。ということは誰が来てるな？ギルドの紋章。改めてかけられたのか。それに、いくつもの人の気配がするな。
あ、じゃあみんなとの再会。来た来た、どうぞ入って。失礼します。来たわね、リン。あ、すまない、俺が最後みたいだな。何、時間通りだ。演習もあったんだから仕方ないよ。ま、社会人だったら10分前行動は心がけたまえ。そういうお前こそ5分前に来たばかりだろうが。でもギルドの再会が間に合ってよかったかも。そうですね、この時期だとお店もいっぱいそうですし。しかし全員揃ってこうして集まれたとは。そうだね、お互い大変な状況なのに。ええ、いろいろな意味で今夜は話すことが多そうだけど。やれやれ。まったく、あんま無理するんじゃないわよ。1年半ぶりの再会でしょ。お互い熱烈に抱きしめ合ってもよろしいのでは。女性同士はもちろん男性同士でも。しませんか。なかろう。変わらねえな。時のまんまだ。そうですね、びっくりするぐらい。それぞれの時と場所は変わった。だがそれだけなのだろう。まあ専用回線なんかも用意してもらったしね。それを言ったら身も蓋もない気がするが。伸びたわね。アリサは綺麗になった。エマはまた胸が育った。言わないでください。しかし髪型が老けたな。君の方こそ。リンもだけど、ガイウスは大きくなりすぎだよ。さすがに打ち止めだろう。そなたは変わらぬな。一リジュ伸びたもん。ミリやろ、ミリ、1ミリ要は。約束果たせたわね。あ、結局広いのさ変わらず。 アリサ、みんなもありがとう。何言ってるんだか。別に君のために集まったわけじゃないぞ。マキアス、ツンデレっぽい。でも確かにリンさんの卒業祝いでもありますね。ああ、一人学院に残って7組の魂を守り続けてくれた。何気に次の7組の育成なんかもしちゃってるし。その意味でやはりお前は俺たちの重心なのだろう。ありがとうリン。みんなみんな臭すぎよ。
まったくもう、この子たちと来たら。まあ今日くらいは仕方ないんじゃない。奥の部屋に宴の用意をさせていただきました。アルコールもありますので、成人された方はどうぞ。シャーロンさんの料理か、それは嬉しいな。実はさっきからいい匂いで気になってた。それじゃあ僕もビール。あなたはやめておきなさい。その後、リーンたちはシャロン手製の料理の数々に舌鼓を打ちながら、お互いのこれまでの話で盛り上がった。成人組はアルコールなども適宜や入り、そうでないものはソフトドリンクが供され、トワから預かったミニアルバムなども見つつ、かつての思い出話にも花を咲かせるのだった。そして、あっちの話もやっぱりするんだね。楽しいことばかりではなく。それでは、私は一足先に失礼させていただきます。皆様、どうかごゆっくり。シャロンさん、ありがとうございました。とっても美味しかったです。今度、改めて飲みに付き合いなさいよ。それじゃ、また後でね。なんでも、アリサさんのお母様がこの後程度に到着されるとか？うん。ルーレからの最終日でおじい様だね。二人とも明後日の祝賀会に招待されてるんだけど。出迎えもあるだろうが、我らに遠慮したのであろうな。これからみんなでする話、何気にいろいろと絡んでそうだしね。ええ。多分そうだと思う。まったく、妙な因縁を抱えすぎというか。ちなみにこのギルド、盗聴とかのチェックは済ませた？そこは抜かりなし。昼間、帝都各所で仕掛けられたのが発見されたのだったか。ああ、ほとんどが政府関連の施設らしいが。ちなみに、帝国時報社もだ。この件も含めて、そろそろ始めた方が良さそうだな。ああ。本題に入るとしよう。一年前、リーを除いた俺たちが、トールズを特例で卒業するとき、一年過ぎたら全員で再会して必ず果たそうと誓った約束の。うん。長いようで、あっという間だったね。帝国の行く末を見極めて、七組として、どう動くか見定める。最初はユーシスが言い出したんだっけ？うん。かの無限回路で試練を乗り越えた夜だったか。まったく。最初はいきなり何を言い出すかと思ったけどな。だが、確かに俺たちは、全員、ある予感を抱いていた。苦労を失ったあの日、高魔城でのやりとりを聞いて。ええ。オズボーン宰相と、ルーファス総督。あの二人がこのエレボニアを、どこに連れて行こうとしているのかを。そして、宰相が奪ったという結社の減塩計画。表の世界だけでなく、裏の世界で何が起きようとしているのかですね。そうね。結局そのキングは見事なまでに現実化してるわね。ああ、春からの一連の事件がそれを裏付けているだろう。まずは表の世界、帝国を取り巻く政府状況だが、僕が言うのもなんだけど結構やばいよね。ああ、北方正義の陰にいた結社や、カルバード峡谷も当然気になるが、
プラと同じくらい、帝国政府と軍の銀が不穏すぎる。そうね、新型列車砲も12門が完成した。海と砲撃に使われた4門の列車砲もすでにクロスベルへ運ばれたそうよ。あんな巨大なものを峡谷自体から運び出したのか。どうやら新造されたばかりの飛行戦艦で運び出したみたいね。250アージュ級ガルガンチョだったかしら。話には聞いていましたが、しかもそれと同じタイプが数隻建造されてるみたいなんだ。各地の監査でも分かったんだが、現在すべてのミラと人の情報がある方向へ集約され始めている。ああ、特に八大都市構想、帝国全土の税収は中央へ統合され、かつてない規模の軍事費へ変換されている。これはもう間違いないんじゃない？ええ、すべての事象がある一つの可能性を示しています。カルバード峡谷への侵攻、それが目的なのはもう明らかだろう。そうね、まさに共和国の官庁たちの動きがそれを裏付けているのであろうな。すると、やはり破壊工作ではなく情報収集が真の目的か。うん、破壊工作なんてしたら宣戦布告の格好の材料だろうし、多分 X で海戦時期を探ってるんだと思う。やっぱりそうなんだ。帝国各地を巡業で回っていても、そんな噂は少しずつ流れてたけど。そして RF グループ、母様がそれを知らないはずないわ。列車砲にしても飛行戦艦にしても、大増産中の戦車や飛行兵にしても、そうした狙いを知らないまま受注するなんてありえないもの。ええ、しかもクロスベルに大規模工場を建造していますし。しかし疑問なのは、大義名分が成り立つかだろう。大国同士の戦争、仮に始まればお互い凄まじい負担になるはずだ。いくら帝国が昔から共和国と対立しているとはいえ、そこまで踏み切れるかって話ね。国際経済や貿易もストップするから、周辺国も黙っていないでしょうし。ええ、それに開戦ともなれば皇帝陛下の承認も必要になります。あの方が大義名分もなくそれを認めるとは思えない。だがクロスベルとノーザンブリアはあっけなく併合された。大義名分を巧妙に用意し、国際世論も問答無用で封じる形で、それを可能にしてきたのがギリアス・オズボーンという人物だ。実の息子である俺がその危険を一番よく知っているかもしれない。リーン、あんまり無理しないで。俺の兄ルーファス・アルバレアもそれに準ずるだろう。アイアンブリード筆頭、ただの懐で刀ではあり得るまい。進行計画はもちろん、海戦に至る金書すべて書いていてもおかしくなさそうだ。その可能性は高いかも。最近おじさん、僕だけじゃなくクレアやレクターにも伝えてないことが多いみたいだし。ああ、その代表が黒の攻防に関する情報だな。そうだな、内戦の裏側で暗躍してた勢力、あの黒ウサギにしても最初は兄上が預かって貴族連合へ貸与されたのだったか。侵略戦争が表とするなら、そっちは裏の話というわけね。しかもどうやらお互いが連動しているみたい。黒の攻防の正体が私たち魔女の杖だったグノームであるのはもはや疑う余地もないと思います。現在彼らは結社の手を切ってオズボーン最小個人と結びついている。そして団長たちを雇い、例の仮面も使っているわけか。青のジークフリードだっけ。正直見てないから信じられないけど、仮面にしても両兵王にしても
鬼神めいた影に乗っていたという。結社の聖女も含め、間違いなく裏に関わる事情がありそうだな。ああ、かつて失戦駅を勃発させ、高魔女を出現させた裏の事情、帝国の古い歴史にまつわる複数の鬼神にも関係する何かか。姉さんを探す過程で分かったのですが、やはり現在帝国全土の霊脈がかつてないほど活性化し始めています。1年半前の内戦、いえ250年前の出戦役に匹敵するほどの、それもクロスベルトのオーサンブリアが併合されてから加速しているみたいでね。幻獣や魔皇兵、ヒールのプレロマソなんかもその流れで現れてるみたいなの。やっぱりそうか、まさに表と裏の連動ね。その真実を知るのはクロチルダさんにオズボン最初、結社に黒の攻防だけか。そうなると僕の記憶が消去されたのがもどかしいな。オムンクロスや戦術核の技術も裏に関係してるかもしれないし、そういえばミリアムは黒の攻防に作られたんだよ、だったよね。うん、ホムンクルスで、厳密に言えば人間じゃないかな。ま、ガーちゃんとリンクできる以外は遺伝子はほとんど変わらないみたいだけど、多分成長はここまでで寿命はちょっとわからないかな。そうなった、話はちょっと聞いたけど、黒の攻防ちょっと許せないわね。ああ、ミリアムやアルティナが生まれたこと自体はともかく、生命をもてあそぶようなやり方はやはり許されないと思います。そうだね、僕も最近やっとそう感じるようになってきたかな。僕自身は別にそんなでもないけど、あーちゃんのことを考えるとね。そうか、本当に大した成長ぶりだ。そういえばさっき第二からとんでもない情報が入ってきたわね。改めてみんなに話してみたら。ええ、霊園の件ですね。あ、うちにも回ってきたよ。何かあったの？あ、みんな落ち着いて聞いてほしい。リーンは本日の特務活動で起こった出来事を一通り説明し、最後にヒンメル霊園での黒の墓の件について話した。嘘だろ？しかもアンゼリカさんのブローチが。聞いてる限りではやはり黒の攻防関連か。死んだはずの団長が今も生きてる状況もあるし、そして両者とも黒の攻防、知性に雇われ使われている。まさか両兵王も仮面もその攻防が生き返らせたってこと？エマ、そのような実は知識が裏の世界にはあるものだろうか。魔術の世界には反魂のという禁呪があります。ですが暗黒時代の魔導士たちが試みたもののことごとく失敗しており、大抵の場合ノスペラトゥという魔物と化すのがほとんどだったそうです。聞いたことがあるような。確かローエングリーン城で遭遇した巨大な霊体だったか。あの化け物どもか。その意味で仮面や両兵王にはそのまま当てはまらないでしょうね。まあ不完全な技術を知性が独自に完成させた可能性もあるけど、それでも復活は女神の領域、簡単に実現できるとは思えないわ。そうか、ダメだ、頭がクラクラしてきたぞ。いずれにしても尋常ではない事態が進行してる気がするわ。アンゼリカ先輩やヨルド先輩も行方不明ということでしょうし、そっちはすでにギルド方面と情報屋方面にも当たってもらっているわ。トワには焦らないように伝えておいて。了解しました。あまりに謎は多いが、
今日のところはこのくらいか。少しずつだけど、いろいろなその輪郭が見えてきたね。ああ、明日以降も各自で調べていくとして、私たちが七組としてどう動くかという大方針ね。二つ、確かに言えることがある。表においては、戦争への流れを何とか食い止め、同時に裏での真実を見極め、最悪を食い止める、じゃないか。ああ、そうだな。いろいろと錯綜してるけど、確かにそこはブレないかもね。それぞれの道に進んだ私たちにしか成し得ないことだと思います。そうね。それぞれの足場で最大限に協力して力を合わせれば、必ずやどんな難事も乗り越えられる糸口を見つけられよう。そうだね。表だろうが裏だろうが、味方は多くないかもしれないが、決して少なくもないはずだな。あ、それぞれの立場で協力者を当たってみるとして、ミリアム、お前は本当にいいのか。おそらく鉄血の子供としての立場と完全に食い違うことになるぞ。そうね。幻獣や魔公兵はともかく、改めてよく考えてミリアム自身の意思を聞かせてくれ。今さら尋ねるようなことかな。え？ミリアムちゃん？僕の記憶は5年前からで、それ以前の記憶はないけど、さっきも言ったようにだんだんいろいろと考えるようになったんだ。僕ってなんだろうとか、悲しいってどういう気持ちとかね。2年前みんなと知り合ってから。僕は僕のことが知りたい。みんなの仲間であり続けるためにも。おじさんやクレアやレクターのことは好きだけど、僕を作った黒の工房の都合でそれがわからないままなんて嫌なんだ。だからおじさんたちと対立しても、僕は7組であることを優先するよ。黒の工房製のOZ-73 よりも、アイアンブリードの白ウサギよりも、情報局のエージェントよりも。リーンにユーシス、アリサにインチョ、フィーにラウラ、エリオットにマキアス、ガイウスにサラ。あの時初めて泣いた僕のことを、抱きしめてくれたみんなの仲間であることを。ミリアム、そうか。あんたって子はさすがにちょっと不意打ちすぎますよ。でもそんな風に考えてくれてたんだ。背は伸びてないくせに本当に成長しすぎだろう。ああ、俺たちの中でも一番かもしれないな。ならば無用の懸念はここまでとしておくか。そうだね。確かに今更だろうし。はあ、あんたたち揺るぎなさすぎでしょ。大方針が決まって憂いもなくなったみたいだけど。差し当たってみんな、明日はどう動くつもりなの？俺は新七組と共に引き続き特務活動をする予定です。ここに至って共和国の部隊は確実に抑えておくべきでしょう。うん、私もそう思う。下手に取り逃して暴走されたら海戦の口実に使われかねないか。うん、ケルディックの焼き打ちを理由に北方戦役が起きた時みたいに。僕は市内で巡業しながら改めて情報収集をするつもりだよ。俺も付き合わせてもらおう。私はおじい様の付き合いをしつつ、いくつか情報を当たってみるつもりよ。私とセリーヌは改めてテート周辺の霊脈の様子を探ってみるつもりです。となるとみんな情報収集しながら何かあったら集まって協力する感じ？ああ、互いに連絡し即時動けるようにしておこう。
了解だ。みんなよろしく頼む。ほんと頼もしくなったわね。今日もう遅いし、そろそろお開きにしましょう。明日の早朝、お互いどう動くかアークス2で連絡するのはどう？ええ、いいですね。今夜はしっかりと休んだ方が良さそうですね。そういえばサラとフィーって今日はここに泊まるの？うん、2階にベッドがあるし。僕は久々に実家だな。エリオットもそうなのか？うん、姉さんに連絡したらガイウスに泊まってもらえって。申し訳ないな。だがお言葉に甘えよう。しかしガイウスについては例の話を聞きそびれたままだな。ああ、そういえばそうだった。この半年ほど連絡が取れなかった事情か。何でも外国に行ってらしたそうですけど。ああ、だが長くなるのでまたの機会としておこう。どうせまたこの面々で何度も集まるのだろうからな。そうだな。だったら僕だけ先に聞くわけにもいかないか。そういえばちょっと気になったんだけど、リーンの話に何度か出てきた金髪の女の子って。ああ、それは僕も気になってた。まあ間違いなく10歳くらいだっけ。ひょっとして魔女の後輩とか。その当たらずとも遠からずと言いますか。やっぱこっちも想像ついてんだ。ちょっと行方不明になってて、私たちも探しているんですけど。まったくビータといい、ろくに連絡もせずにフラフラと。まあ近いうちに嫌でもあんたたちに紹介することになると思うわ。余計に気になるんだが。わかった、その時まで楽しみにしておくさ。ていたか。気になるかい。そしてこの声、いや懐かしい匂いがしただけだ。己がどんな存在で置かれた状況がどのようなものであるかは理解している。そうか、いっそ罵ってくれたらなんて思うのは虫が良すぎかな。その問い自体意味のない繰り言だな。アルベリヒの指示を伝えろ。銅のゲオルグ、明日の一幕において俺という駒をどう動かすのか。わかった。いや、青のジークフリード。完全に間違いないじゃんね。同時刻帝都最新部。はい、キリーズ。どうやらレノたちの奪還は不可能そうだ。レノ、仕方あるまい。機密が漏れる心配もなかろう。帝都銀行も成果は上々。あとは要人周辺を洗うくらいか。ですが明日は大規模な掃討作戦があるんですよね。ああ、戒厳令が出て第4手段が投入されるらしい。だがラムダがあればギリギリまではかわせるだろう。
離脱のタイミングだけは逃がさないようにしなくてはな。ここは帝都地下に点在する暗黒時代の墓所か。あ、プレルマソウ赤い花。あ、まずいぞ。なんだこの花は。さあ、手だれとはいえどう対処するのか。モースペラトゥー。キッ、適正霊体か。ラムダ起動。この程度の相手なら多すぎねえか。こいつら。ありゃあかんな、さすがに。愚か者どもが。ダメじゃ。今からでは間に合わぬか。あの宝刀娘さえいれば手分けできるものを。知性に蛇ども、体がいくつあっても足らぬ。いっそまた眷属を生み出すか。ディアンヌの言っていた日は近い。それまでにせめて200年前のケリだけはつけておかなくてはな。死に損ないの真相、赤のローゼリアの名にかけて。赤ねえ。うん、ご苦労だった。ちょっと長くなってしまったんですけれども、一旦ここで一区切りにしておこうと思います。さあ、いろいろね、ことが起こりそうな決裁、前日っていうのかな？まあ、どうなるんだろうね。ハーキュリーズがどのように動いてくるのか、あとそのハーキュリーズたちを襲ったあの赤いプレルモソウから出たあのノスペラトゥで赤のローゼリアと名乗ったあの少女の正体と、まあいろいろね、この物語において、いろいろ振り分けられた、ピースもね、だんだんまとまってきたかのように思えてきます。まあ、この先ね、どのような展開があるのか非常に楽しみではありますけれども、ここら辺で一旦一切りにしておきましょう。では、英雄伝説スネークテクスリー実況プレイパート134。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるな。